僕は今空港第2ビル駅に来ています。今回は日本一短い鉄道路線に乗っていきたいと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。今回乗っていく路線が芝山鉄道です。芝山鉄道は東成田駅から芝山千代田駅までの 2.2 キロを結ぶ鉄道路線です。この路線の始発駅である東成田駅は空港第2ビル駅と成田空港駅のちょうど真ん中に位置します。空港第2ビル駅からは東成田駅へ続く連絡通路というのがあるので、まずはこの連絡通路を使って東成田駅の方に徒歩で移動していきましょう。空港第2ビル駅周辺はかなり賑わっているんですが、この連絡通路に入った途端あたりは閑散とします。この通路を歩く人って本当に少ないんですよね。この撮影した時には誰もいませんでした。そしてさっきの地図でこの連絡通路の形というのをお分かりいただけたと思うんですが、このようにひたすらまっすぐ続いています。壁には等間隔で防犯カメラが設置してあって、かなり物騒な雰囲気が漂います。そしてこの連絡通路というのはなんと携帯が圏外になってしまうんですよね。もしこんなところで事件に巻き込まれたらなんて考えると、逃げ場はないですし外に助けも呼べないので本当に恐ろしすぎます。歩くこと10分弱で今回乗車していく芝山鉄道の始発駅である東成田駅に到着します。またこの東成田駅というのがとてもすごい駅で、位置的にはちょうど成田空港駅と空港第2ビルの間、まさに成田空港の中心地にあるんですが、空港の敷地内にある駅とは思えないほどまるで廃墟のような内装になっています。かつてこの駅は成田空港駅として開業したんですが、1991年に現在の成田空港駅、空港第2ビル駅が開業すると、この駅は東成田駅と改名して廃墟の一途をたどることになりました。構内には柵で仕切られた部分というのがかなり存在して、上のフェンス部分からカメラのレンズを向けてみると、かつての成田空港駅時代の名残が見受けられます。当時の案内までそのまま残されており、スカイライナー上野へ60分と書いてあります。現在のスカイライナーのルートとなっている成田スカイアクセス線は2010年開業ということで、かなり新しい路線です。それ以前のスカイライナーというのは京成本線を経由していたので、現在のスカイライナーよりも15分も所要時間が長くなっていたんですね。エスカレーターも設置はされていますが稼働はしていません。まるで時が止まったかのようです。運賃表を見てみますと、大部分が京成の範囲で埋め尽くされていて、今回の本題でもある芝山鉄道は東成田から芝山千代田までのこの緑色の一区間だけ本当に短いということが運賃表からも伺えます。距離自体は短いんですが、運賃は200円となかなか強気の値段設定です。芝山鉄道では IC カードを使用することはできないので、乗車をする際は乗車券を買いましょう。芝山鉄道を選択して一駅しか存在しないので、ボタンは一つだけ、200円のボタンを押して切符を購入します。改札外に引き続き改札内に関しても異様な雰囲気が漂っています。通路を進んでいって右側にまた壁があったので、上のフェンスからカメラを向けてみますと、コーヒーショップという文字が見えますでしょうか。おそらくここは喫茶店として営業していたところでしょう。そしてこの喫茶店であったであろう場所の隣にはコンビニがあったであろう面影が見えます。こちらに関してはシャッターが閉まっていて中の様子を見ることはできません。その奥にはトイレがあるので、こちらに入ってみますと、こちらもなかなか不気味な雰囲気で、まるで昔の学校のトイレに来たかのようです。そして進んでいったところになんだか不自然な扉があり、こちら中を覗いてみると今は何もないんですが、かつてはここにも便器が設置されていたんだと思います。階段を下ってきてコンコースからホームの方に移動してきました。ここが芝山鉄道の起点となっている場所です。起点とは思えないような、まるで廃墟のようなホームになっており、現在では1面2000分しかホームが使用されていないんですが、奥の方を見てみるともう1面2000分ホームがあり、かつて成田空港駅として利用されていた時は2面4線で運用されていたことがわかります。使用されていないホームの方には成田空港の駅名表が現在でも残っています。
あちらのホームは東成田駅に改名した1991年から30年近く使用されていないはずですが、ホーム上を見てみますと今でもベンチが残っていて、あのベンチというのが現役の方のベンチと全く一緒なんですよね。こちらのベンチは木製となっていて、なかなか最近の駅で木製のベンチというのは見かけないのではないでしょうか。天板の方は多分ツヤツヤなので最近交換されたものだと思いますが、足の方を見てみるとこれがかなり錆びているので、もしかしたらもう何十年も現役でここに設置されているものなのかもしれません。こちらが芝山鉄道の時刻表です。基本的に日中は40分間隔、1時間に2本から1本運行されており、7時台には3本運行されます。そしてほとんどはお隣の京成成田駅始発ですが、朝晩に関しては京成上野方面、さらには京急線方面からの直通列車というのも運転されています。ということで東成田駅を出発です。日本一短い鉄道路線のその最大の売りである短さというのを体感していただくために、ここから終点の芝山千代田駅までノーカットでお送りしたいと思います。東成田駅を出発してしばらくの間は地下区間を走行します。全長 2.2km のうちトンネル区間というのが 1.3km で、路線の半分以上がトンネル内を走行します。この鉄道路線は成田空港が建設されることにより東西方向の交通が寸断される芝山町への見返りとして建設されました。千葉県京成電鉄、日本航空、芝山町、成田市などが出資をして運行されている、いわゆる第三セクター路線です。当初は小型電車で東成田、芝山、千代田間を折り返し運転することを計画していたそうですが、地元からの要望で通常の鉄道車両で運行される計画に変わったようです。そしてこのトンネル内というのはかなりくねくねとカーブが続いていることがお分かりいただけると思います。計画初期段階では日の根ペンションの地下を通過して東成田、芝山、千代田間を2キロで結ぶはずでした。しかし空港建設反対派の人たちが鉄道を作ることに同意するはずもなく、最終的には木の根ペンションを迂回するような形で線路が敷かれたため 200m 伸びて 2.2 キロとなり、所要時間は計画初期段階では東成田、芝山、千代田間で3分となっていましたが、急カーブがきつく速度制限がかかってしまったため1分伸びて4分となりました。くねくねとゆっくりトンネル内を走行してきて、奥には光が見えてきました。ようやく 1.3km 続いたトンネル区間が終了。残りの 900m は地上区間を走行します。トンネルを出るとどんどんと高度を上げていきます。最大勾配は 29% となっていて、右の道路と比べるとどんどんと高低差が広がっていくことがわかります。芝山鉄道は日本一短いというのが売りの一つですが、細かく噛み砕いて言うと、普通鉄道における一事業者の保有する線路長が日本最短という意味らしく、ただ単純に路線の短さだけで言うと、身近なものでは東武大師線、西新井から大師前までを結ぶ路線があります。その距離はなんと1キロということで、芝山鉄道の半分以下の長さしかありません。東成田駅を出発すること約4分、列車は終点の芝山千代田駅に到着しました。芝山千代田駅は一面一線のとてもシンプルな構造となっていて、起点駅である東成田駅もそうでしたが、この芝山千代田駅もまるで路線の終着駅とは思えない簡素な作りになっています。お隣の東成田駅は京成が管理をしているため駅名標は京成タイプでしたが、芝山千代田駅は芝山鉄道ではただ一つの芝山鉄道オリジナルタイプの駅名標が見られます。駅ナンバリングは SR1 となっています。
駅名表と同様、芝山鉄道オリジナルの駅ナンバリングが使用されているのも当駅のみです。当駅は空港の真ん中とは言いませんが、かなり近くに設置されているため、高架ということもあり、成田空港に離発着する飛行機を見ることができます。東成田駅も含め、空港第2ビル駅、成田空港駅、すべて地下に建設されたため、このように離発着する飛行機を間近で見られる駅というのは、ここ芝山千代田駅のみではないでしょうか。駅舎はこんな感じです。一面一線のホームしかないとは思えないほどとても立派です。駅舎のすぐ横には芝山町と成田市の市の境があります。よく見てみると奥側が成田市で、撮影している側の手前が芝山町なんですが、芝山鉄道と言いながら高架は成田市側にあります。この路線は先ほどお伝えしたように、空港建設によって不便になる芝山町の見返りとして建設されたため、運行管理を芝山町の負担にさせないように、あのようにギリギリ成田市側に高架が建設されたのではないでしょうか。ただし観光案内図を見てみると、芝山千代田駅は完全に芝山町に設置されているかのような書き方になっています。高架自体は駅からしばらく続いていて、ある時点で不自然に高架が切られています。実は1996年の計画段階では、芝山千代田駅より 0.7 キロ先の千代田駅というところまで延伸が予定されていたらしく、噂では九十九里の方までの延伸というのもなんだか計画されていたらしくて、線路のぶつ切り具合と後ろの空き地の状況からして、ここから先も高架が建設される予定であったことが伺えます。再び駅の方に戻ってきました。芝山千代田駅の自動改札機は一見すると普通の改札機に見えますが、よく見てみると IC カードをタッチする部分がありません。このタイプの自動改札機というのはよく東北地方で見かけますよね。ちなみに有人改札には京成の制服を着た方が立っています。この芝山鉄道というのは全ての業務を京成電鉄に委託しているため、駅員だけではなくて運転手、車掌も全て京成の方が担当しており、東成田駅で乗務員の交代というのは行われません。なので一見すると別の鉄道会社というより京成電鉄の一部みたいな、そんな感じがします。ということで今回は東成田駅から芝山千代田駅までを結ぶ芝山鉄道のご紹介でした。皆さんもぜひ興味があれば乗車をしてみてください。お楽しみいただけましたら幸いです。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。